皆さんこんにちは、ワナルグリッジです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回は月の裏側をプレイしたので、今回その続きジャブローの風になります。ジャブローの風、月軌道を離れ、無事アーガマは艦隊集結の予定空域へ入った。これ以降は新任の艦長の仕事となる。もうすぐ僕は地球へ降りる。ジャブローへの降下作戦が開始されるからだ。僕は軍人になるつもりはないのに、いつの間にか戦争をさせられている。紙を書いてたっていうのは、でも今はこれでいいと。なかったですよね。ヒターンズは許せないし、そう思える事件が起こったから。ファーに会えた。幼馴染のファーに、それとブライトキャプテンにも。月軌道で敵に襲われているテンプテーションを僕とクワトロダイートで救出したからだ。遅くな！テンプテーションにはグリーンオアシスの難民が同乗していた。その中にファーがいた。ファーの母親はティターンズに捕まり、彼女もグリーンオアシスを追われたらしい。マーク2を盗んだ僕と知り合いだからだ。同じ理由で親父とおふくろも殺された。バスクに人質にされ、僕の目の前で。ティターンズめ、私は本日をもってアーガマの艦長に就任したブライトノア大佐である。パイロットはモビルスーツデッキに集合、各自発進準備にかかれ。出撃か。モビルスーツ隊は衛星軌道より発進し、80機に及ぶ大編隊を組み地球へ降下。ジャブローに奇襲攻撃をかける。作戦終了後ガルダを奪い、搭載シャトルでパイロットは空へ脱出。万が一作戦が失敗した場合は地上の同盟組織カラバと接触し、以後の対応に当たる。以上だ。マーク2はフライングアーマーを使用する。大気圏突入時においてもバリューテより数段機動性は上だ。重力下でもこいつのホバーでガンダムの機体は支えられる計算にはなっている。気をつけて行ってこいよ。はい、では出撃します。まずは地球に降下するときにジェリドやカクリコンとの戦いありますが、ここでねカクリコンを撃破しましたよね。父親がやられました。左舷モビルスーツ、いやモビルアーマーです。シロッコのベッサールですかね。機動性はフライングアーマーの方がある。編隊が固定するまで100式も動け。行け。落ちろ。さあ、シロッコのメッサーラとの戦いですね。ここはある程度相打ち格好でもいいので射撃戦でライフルを打っていきましょう。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任す。艦隊の前に出るぞ。ティターンズの第二波が入った。
まずはシロッコのメッサーラ戦でしたね。間違いありません。右舷上40度。敵のモビルスーツ隊です。3分の2がジャブローに飛び込めば、ジャブローの制圧は可能だ。切り抜けてくれよ。見えた。ガンダムマック2。焦るなよ。場所が場所だ。重力に引かれるぞ。だからチャンスだって言ったんだろう。そりゃそうだ。さあ今度はメッサーラの次、マラサイトの戦闘ですね。まあはるかにシロッコのメッサーラよりか戦いやすそうな相手ですけど、ちょっとこのマップステージが特殊なんですかね。だいぶ難化されてる感じがして、あんまりコントロールが効かなそうですね、このモビルスーツに。まあその分バリュートのジェルドやパトリコよりかは圧倒的に多分有利なんでしょう。このまま射撃戦で倒していきます。大気圏突入中でしたが、ジェルド・カクリコンを退けました。まあ、カクリコンは撃破しましたね。ガンダム・マック2は見つけられるのか？ここであったが100年目。俺は神の存在を信じるぜ。カクリコンの仇は取らせてもらう。さあ、今度は、ジャブロ、地球上、での戦いですね。降下しながらの戦いか。であればこちらが圧倒的に有利ですよね。撃破しました。どうしたんだ。ここは地球だぞ。エウゴより俺たちの方が有利なはずだ。スコアはね、ちょっと相変わらずひどいものがありますが、ステージクリアです。生きているかカミーユ。ポイント203へ集結だ。マーク2は川沿いに下っていけ。引き続きフライングアーマーを使った戦闘ですね。旧式のモビルスーツなどと一体なぞっていると、なかなか攻撃力が高くて強烈に食らっちゃいました。そうか、これ連戦になるんだな。なんであんまりダメージを食らいすぎるとちょっとあんまり良くないですね。なんでちょっと早期に決着をつけていきましょう。旧式相手には格闘が結構入るな。今まで格闘がほとんど使えてなかったんですけど、ここに来て格闘がこの旧式相手だと入りますね。こんな感じの要領で
連戦が続くキャラ相手に格闘で押し込んでいけそうかなっていうところですね。もちろんライフルも何発か当てるだけでダメージが取れるんで戦いやすいですね。あんまり食らいすぎると何、うわやられた。ちょっと戻ってやり直してきます。はい、ここは2分間戦い続ければ攻略できるステージでした。合流しろ。これより基地内へ進行する。妙だな。ジャブローの抵抗はこんなものではない。何があるのだ。おかしいですね。エリア1のビルはほとんどが空です。ティターンズはここを引き払ったのではないでしょうか。先行したレコア少尉からも音信不通ですしね。よし、エリア2へ進行する。エリア2もまるで空き家か。レコアさんがいます。何、見たのか。いえ、そんな気が。いた、ガンダムマーク2と新型だ。神優、肩をつける。ここで、ジェリでのパラサイト戦闘ですね。ジェリドを撃破。ジェリドももちろんここで死なないですからね。動けるか、カミー。あと10分でここの核爆弾が爆発をする。連邦軍はすでにここを放棄した。ジャブローは引っ越し中だったんだ。レコーさんを発見しました。それとカイシデンさんという方を救出したんです。よくやった。第一滑走路からガルダが出る。脱出するぞ。カラバのハヤト小林です。ケネディまで誘導します。ケネディ空港は安全なのか。ハヤト小林君、カラバで制圧しておりますから脱出用のシャトルも2台用意しています。アッシマーですね。一気に攻める。ブランブルターク少佐。脱出するつもりだ。いや、このエウゴのモビルスーツも奪うぞ。ジャブローの風は結構ステージが長いな。貨物用シャトルだ。パイロットたちの乗ったシャトルをやらせるわけにはいかない。カウントダウンは継続しているな。カミーユ、ロベルト、発射までシャトルを援護するぞ。では発射マスターです。基本的にはシールドを使いながらここも射撃戦でいいかなと思います。弾切れになったら一旦シールドで防御を固めて、ライフルが弾が回復したらまた射撃戦に入るというね。
まあ、それでこのステージ自体はクリアできるかなというふうに思いますね。これで一旦ナッシュマを撃退です。無事にアメリカ大陸を抜けられると思うなよ。あ、ロベルトがやられた。5秒前、4、3、ナポリーはここで戻りますね。レディーゴアウトムラ始動。クアトロ隊、カミユ、ケネディを脱出する。早く乗り移れ。マーク2は届くのか。カミユ、敵を抑え込んでアウトムラに飛び移れ。はい、このステージはちょっと長かったですが、なんとか、攻略できました。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。